おはようございます。本日はですね、こちらですね、どん6月の25日日曜日7時46分でございます。はい、というわけで昨日大会が無事に終わりましたので、皆様への結果報告でございます。こちらでございます。どん東京クラス別ボディビル選手権大会のマスターズ40歳以上クラス第6位でございます。よいしょ。はいはい、まずはですね、昨日の大会までに応援していただいた皆さん、ありがとうございます。そして会場にも来て応援していただいた皆さん、ありがとうございます。皆さんのおかげでですね、声援がですね届きまして、めちゃくちゃいいパフォーマンスすることができました。大会の速報動画はですねアップしておりますので、見てない方はぜひ見てください。これがボディビルの大会だというので、めちゃくちゃ面白いと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、大会が終了したということは、何でも食べてもいいということになります。昨日は大会終わってですね、動画の編集したりとかいろいろバタバタしておりましたら、全然ね食べたいもの食べれませんでした。結構疲れておりましたので、そのままねゆっくり休みました。体の状態なんですけれどもね、全然いい感じなんですよ。まず血管もこのいい感じでバリバリ出ております。はい、大会ということでね、パンプアップさせるために昨日は塩分を取ったりとか糖分を取りましたんで、エネルギー的にはしっかり入りましたので、もういい感じで血管出てます。顔はねちょっとね、やっぱ疲れたりとか塩分取ってむくんでるなという感じなんですけど、体すごいいい状態ですよ。腹筋もほらまだバリバリです。これなんかいいですね。これはねボディビルあるあるなんですけれども、大会でねパンプアップさせるためにしっかりと塩分とか水分とかエネルギーを入れます。そして大会が終わったら好きなもの食べれるということで、ピザだったりラーメンだったり焼肉だったりハンバーガーだったりね、もう何でも食べれるわけじゃないですか。そうするとしっかりと栄養が入って、次の日の朝めちゃくちゃ調子がいい。これがねボディビルダーあるあるなんですよ。まさに僕も今回そんな感じですね。やっぱり大会までね3ヶ月ぐらい仕上げてきた状態で、前日にねじゃあ好きなものを食べれるかって言ったら、それはさすがにできない。体脂肪が減っててもね、塩分とか取りすぎたり変なバランスで取ると体がむくんでカットが消えてしまうんですよ。勇気を持ってね前日にバリバリ食べることはできないですけれども、実はそっちの方が調子がいいよみたいなことがあるんですね。はい、さあというわけで大会が終わりました。好きなもの食べれます。よいしょ。やりました。というわけで朝一番ですよ、何を食べるかということなんですけれども、皆さんこれしかないでしょう。ご存知の方もいらっしゃるんではないでしょうか。私は大会の翌朝いつもこれやっちゃってます。ドン。今ねこちらのカメラには映ってないですけども、下にあります。音でわかるかな。はい、いっちゃいましょうか。音でわかったかな。いっちゃいましょうか。こちらです。ドン。ノンオイルのツナ缶。ノンオイルのツナ缶来ました。減量が終わって好きなものが食べれる翌日の朝、またノンオイルのツナ缶いっちゃいます。いただきます。いつもと変わらない味です。いつもと変わらない味、いつもと変わらないパサつきです。でもね、大会後にこれを食べるとね、味はもちろん何も変わらないんですけれども、なんか気分的にはすごくいいですね、余裕がありますからね、大会終わってるので。この後好きなもの食べれるぞっていうことですから。ドン。はい、ごちそうさまでした。はい、そしてこれもいっちゃいましょう。ドンドン。パワー。キャベツの千切りです。はい、こちらもいっちゃいましょう。ドン。えい。あー、ぶどう酢。はい、もう美味しく食べれますからね、これはもうぶどう酢をかけて岩塩。はい、もう岩塩は間違いないです。そしてミックスナッツ。えい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 。くるみとアーモンドとカシューナッツが入ってます。ドン。そしてレーズンです。えい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 。たっぷり入れました。 MCT オイル。ドン。完成です。これもね減量中ちょくちょく食べておりました。キャベツ、ナッツ、レーズン、そこにブドウ酢と岩塩をかけました。いただきます。これねほんと美味しいんですよ、めちゃくちゃ。美味しい。あ、レーズンがたっぷり中に入ってる、隠れレーズン。めちゃくちゃ美味しいんでね、野菜が食べるの苦手の方とか普通にダイエットしてる方とかもぜひおすすめです。
やはりね、ボディービル大会に向けての減量というのは体にすごい負担をかけます。大会後好きなものは当然食べれるんで、僕も食べるんですけども、翌日の朝はですね、いつも通りと言いますか、減量中いつも通り食べてたものを食べる感じでございます。まあこれはね、別に食べたからってどういうわけじゃないんですけども、僕の中では大会に向けてすごくね、体に負担をかけました。筋肉たちありがとう、内臓たちありがとうということでね、急に何でも食べるよりも朝ぐらいはですね、いつも通りのものを食べて体に感謝と言いますかね、そういう気持ちで食べております。よくね、筋肉は裏切らないっていう言葉がありますけれども、僕の中では筋肉を裏切らないでございます。筋肉はやれば必ず答えてくれるっていうようなね、そういった目線ではなくですね、もう同等目線で、やはり筋肉のおかげで今の自分がありますし、お仕事できておりますし、ボディービル大会にも出れておりますし、よって筋肉への感謝の気持ちですね。はい、これを食べたから筋肉が喜ぶとか、それはわからないですけれども、感謝の気持ちを込めて減量ありがとうということで、体にできるだけ優しいんじゃないかと思うものを朝食べております。もちろんね、この後はね、大会後でございますので、好きなものは食べるんですけれども、そういう気持ちがあるということでございます。いや、めちゃくちゃ美味しかった。はい、これもいっちゃいましょうよ。今回ちょっとこれいきたいな。こちらでしょう。ドン味噌ピー。はい、来ました。これね、大会の2日前だったかな、大会後に食べようと思ってね、買ってたのが思わずね、我慢できずに大会の前日にちょっと食べてしまったんですよ。はい、見てください、この光り輝き具合。味噌ピーはもういっちゃいましょう。ドン、これでグンといっちゃいます。えい、よいしょよいしょ。うーわ、このキャラメル具合最高です。いきます。うーわ、おいしい。やっぱすごい味噌ピー。うん、ドン。うん、おいしい。落花生は千葉県でいっぱい作られておりますけども、こういったピーナッツの加工食品、味噌ピーもね、千葉県有名なんですけども、2016年でしたかね、ボディービル大会の2週間ぐらい前の減量の末期の時に千葉県でロケがありまして、その時にね、味噌ピーがね、弁当にちょっと入ってたんですよ。もうそれを食べた時に衝撃走って、めちゃくちゃ美味しいなってなって、そのね、感じをね、思い出しまして、あ、大会終わったら味噌ピー食べようと思って、我慢できずにね、ちょっとぐらいだったんで前日にも食べたという、そういう経緯がございました。これ普通にスーパーに売ってますからね。いやー、最高の朝でございます。それではごちそうさまでした。いやー、最高の朝ですね。やっぱりね、大会が終わった朝って好きなんですよね。穏やかな朝ですよ。うん。はい、改めまして今回の大会でございますけれども、順位的には6位でしたので、去年同じ東京のマスターズの40歳以上のクラス出たのが3位だったんですよ。よって順位は3つ落としてしまったという、順位だけを見たらすごく悔しい大会ではございました。しかし僕はボディービル競技をやるにあたって、順位はもちろん一つでも上に行きたいというのをモチベーションにして頑張っています。そしてもう一つ大切なことがあります。それはですね、去年の自分よりも成長できたかということをテーマに頑張っております。はい、ボディビルはやっぱりその日のステージ上のパフォーマンスを審査員の方に審査していただいて順位がつくと。例えば今回ね、上位6名の方の中で2名出場していなかったら僕が第4位となってたわけですよね。そういう感じで誰が出場するかによっても順位は大きく変わることもありますし、その日のステージ上でのパフォーマンスがなんかたまたまうまくいかなかったっていうことも考えられますので、順位だけを重視するんじゃなくて、順位が良かっても悪かっても去年よりも成長することができたか、やれることをやれたか、これをね、大切にしております。今回で言いますと4月上旬に減量が始まりました。その時点で去年よりも筋肉量はかなり少なかったです。これはね、以前の動画でも言いましたけれども、大変ありがたいことにいろんなお仕事させていただいたり、今はフリーとして活動しておりますので、いろんなね、事務作業も増えたり、これはね、事務作業っていうのはこのジムのワークアウトじゃないですよ、もうこっちの事務作業でございます。そういうことがあって、なかなかトレーニング時間が確保できずに減量を迎えました。これ本当に大会出れるのかなと、ガリガリになってしまうんじゃないかという思いがありましたので、今年は大会はやめておくべきだろうかっていうのもね、頭の中にちょっとよぎったんですけれども、順位はあまり良くないかもしれないけれども、やれることをやる、ベストを尽くすということをテーマにね、頑張ってきました。結果としては順位は落ちました。特にね、足、そして背中の広がりとか、まあ腕もそうですけれども、そういったね、弱点部位が他の方と比べてかなり弱かったかなと思います。しかしですね、上半身
芯のこのカットの出具合とか絞り具合に関してはすごく良かったんじゃないかなと思います。今回ねすごいこの状況においても得るものがすごくありましたし、すごくいい経験になりました。よって最終的にはですね、いろいろありましたけれども挑戦して良かったなというふうに思います。はい、これは本当に思いますね。まあすごく苦しかったですよ、トレーニングにおいても。しかしすごく得るものがありました。よって今回ねこの6位っていう結果を受け入れて、その悔しさを持って今回素晴らしい経験もできたので、これを合わせて次につなげる、これにね尽きると思います。もう筋肉というのはね日々合成と分解を繰り返しておりますので、これの繰り返しですね。いい時もあれば悪い時もあると、そういうことをいろいろ経験して右肩上がりにね成長できたらいいなと思います。はい、というわけで今日はですね、大会が終わった翌朝、体への感謝、筋肉への感謝、そういった意味を込めましてですね、いつも通りの減量の食事を取りました。いや昨日のね40歳以上のクラスの上位の選手の皆さん、朝起きてノーエルのツナ缶食べてる人いないと思います。ということはそういうことも含めて、私40歳以上のクラス、いやボディービルの全てにおいて優勝と言ってもいいんじゃないのか？いや！はい、というわけで優勝おめでとうございます。よいしょ。優勝しました。はい、私優勝しました。わー！はい、というわけで昨日大会が終わりましたので、今日はね好きなものを食べたいと思います。また今後ねどうするかについても精神に発表していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではこの後何でも好きなものを食べれるということで、まずはこちらで締めたいと思います。いきましょう、せーの、パワー。